ストはこの方です。こんにちは、村山祐介と言います。国士舘大学出身で2004年から2010年まで J リーグでプレーしてました。で湘南ベルマーレ、大宮アルディージャ、大分トリニータでプレーして2010年に引退をしまして、現在は、サラリーマン、外資系の金融機関で働いております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、村山さんが、まあ、考える、まあ、アスリートからセカンドキャリアに、まあ、スタートさせた時の心境の変化っていうもの、はい、そうですね、心境の変化、まず本当に今までずっとサッカーしかやってこなかったと思うんですよ、まあ、僕の場合は7年間で、やっぱ次のステップに踏む時はやっぱり不安しかなかったですね、うん、はい、どんな生活になるんだろうって、はい、今までずっと毎日朝起きて9時練習して、はい、でまた次の週も練習して週末試合してっていうのをサイクルを1年続けて、はい、っていうのを7年間続けてたわけで、はい、これが明日からサッカーやらないんだっていうのが、正直どんな生活なのかっていうのが全く想像つかなくて、不安は正直たくさんあります。ずっとチームを変えながらいろんなところで指導をして、まあ例えばジュビロの、ジュビロやったでサッカースクールのコーチやったりとか、あとは地元が静岡県の沼津市というところなんですけど、そこの一般の会社が経営しているサッカースクールで働いたりとか、あとは知り合いが中国でサッカースクールを経営してたので、うん、そこにちょっと手伝い行ったりとか、中国まで、そうなんですよ、そうなんです、ね、まあ、ちょっとしかいなかったんですけど、はい、5ヶ月ぐらいしかいなかったんですけど、はい、まあ、そういったいろんなところで、はい、やらせてもらったんですけど、やっぱりこう自分のサッカーの指導者としての、はい、まあ、その限界というか、やっぱりサッカーの、実績もそうだし、はい、コーチとしてのやっぱスキルもやっぱ 上には上がたくさんいて、うん、自分はここで上に立つにはちょっと時間かかるなって思っちゃったんですよ。何も強みがないっていうので、だったら元サッカー選手のサラリーマンの方が珍しくないかなって自分も思って、そうなんですよ。そこで、まあ、今の仕事に入る前に、はい、まあ、IT の関連、はい、IT 企業のちょっと大手の結構大きめの会社なんですけど、そこに縁があってちょっと入社させてもらって、2年ほど社会人本格的にやらせてもらったんですけど、はい、そこの経験がめちゃくちゃでかかったですね。これまで、はい、引退されてから、まあ、今もセカンドキャリア、はい、ビジネスマンとしてバリバリにやられてる村山さんでもありますけど、はい、セカンドキャリアの経験を通じて、まあ、今後伝えていきたいことだったり、うん、まあ、先ほどのお話でも少しありましたけど、まあ、変えていきたい部分っていうところはどんなところですか？そうですね、セカンドキャリアを通じて、まあ、自分がもし同じような例えばサッカー選手、今プロでやってる選手もそうですし、サッカー以外でも、まあ、例えば、ね、バスケとか野球とかいろんな競技があって、はい、今打ち込んでる選手っていると思うんですけど、やっぱりいつか引退ってくるわけで、まあ、引退して何、まあ、まず自分が何がしたいかっていうのをやっぱ常日頃考えておいて、でやっぱそれに対してじゃあ何ができるかなっていうのがやっぱり常に考えておくことっていうのがすごく大事じゃないかなって、やっぱ引退してから僕みたいに動いてしまうとやっぱりバタバタしちゃいますし、結局何がしたいのかっていうのも分からないままセカンドキャリアに突入してしまうと、やっぱり日々の仕事に追われてしまって、俺何がしたいんだろう、この先どうするんだろうって、うん、ちょっとこうトンネルに入っちゃうような感覚になっちゃうと思うんですけど、やっぱり今せっかく、まあ、例えばサッカー選手であれば、まあ、契約がね1年とか2年とか、まあ、区切られてやってるわけで、まあ、その間しかも時間ってあるじゃないですか。そうですね、ね、はい、時間があるのでもちろんコンディションを優先するのは間違いないと思うんですけど、本当に空いた時間で例えば何か身につけるための、まあ、何かこう英会話のレッスン行くだとか、うん、まあ、それこそパソコンが苦手だったらパソコンの、ね、うん、スキル向上するためのスクール通うと か例えば引退したら俺は例えばこう何かを経営してお店経営したりとかアパレルやりたいとかあれば、うん、まあ、なんかそういう勉強するっていうのがすごくやっぱ大事じゃないかなって思ってて、うんうん、まずは自分で何かを見つける、何がしたいのかを見つけることと、じゃあそれやるために
じゃあどんなことが必要なのかっていうのをやって、実際にあとはいろんな人に会う、うんうん、サッカー以外の、はい、これめちゃくちゃ大事 で、ね、はい、やっぱ引退しサッカー選手の時って珍しいからみんな結構会ってくれるんですけど、うん、引退しちゃうとなかなか、まあ、それでもやっぱ元サッカー選手の何々さんだよって紹介をしてもらいますけど、やっぱ現役の方が強いんで、はい、いろんな人にいろんな業種の人に会っていろんな人と話するっていうのはもっとやっとけばよかったなって今思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ロスタイムトーク。